味噌汁男のなだれ式ラジオ、略して断食ラジオ。こんにちは、山です。このポッドキャストは味噌汁男2人の愛しくて切なくて心強いトークでもって、通勤中の同世代のあなたや寝る前のひとときを過ごすあなたの共感を勝ち取ろうという魂胆満載のトークバラエティです。毎週日曜日の午後4時に配信を行っております。さて、今回の収録場所なんですけれども、いつも、我が家とばっかり言ってるんですけれども、某神保町のビルで、収録の方を行っております。そしてですね、今回はいつもと違って、ゲストをお迎えしております。私、山の後輩のゾノです。ゾノはですね、現在保険外交員として働いていると。そのゾノにですね、保険のですね、素晴らしい保険って何と、そういったことをですね、中心に聞いていきたいなと思っております。特にですね、今回は病気といえば、日本人がかかりやすい病気といえば、がんですね。がん保険についての話を、聞いていこうと思います。それではどうぞ。保険外交員、はい、ゾノに、はい、いろいろ保険のことを、聞いていこうかなと思っているんですけれども、その中でもね、がんってね、よくね、がん保険って結構 CM ではあってますので、そのがん保険の今っていうところをですね、テーマにしながら話を進めてもらいたいなと思ってます。はい、はいはい。まあね、俺らもね、もう30過ぎて、そうね、ちょっと経つし、子供もできて、そうね、直樹とかね、そう、死ぬわけにはいかないじゃん、とりあえずね。だからがん保険一つにもね、入っとかなきゃいけないと思っていて、実はうちの姉が、某外資系、ゾノとは違う会社なんだけど、の、営業じゃないんですけど、いて、で、こういうのがあるから、とりあえず子供生まれたし入りなさいということで、一応入ってる状態。だから姉が基本的にこう全部やってくれてるっていう状態なんですよ。素晴らしいと思いますね。なるほど。入り方が素晴らしいですね。そう。で、たまたまなんだけど、昨年末、うちの母親が実は癌というか、良性だったんですけど。ああ、よかったね。うん。手術もして、ポリープっていうかな、良性の腫瘍を取り出した。取りました。うん。だけど、今もやっぱりね、通院は必要だと。ああ、なるほど。で、実はなんか一回手術して、もう一回手術したんですよ。はい。取り忘れじゃないけどさ。一応みたいな。そう。またちょっとあれがあるのでっていうので、2回手術して、で、月に1回、2週間に1回ぐらいかな、一応通ってるとは聞いてます。で、薬も飲んでると。お母さん、がん保険入ってらっしゃる？入っていました。そう。だからその姉の、がん保険だね。最近非常に多いのはですね、がん保険に入ってるにもかかわらず、がんになったんだけど、がん保険からお金が出ない。そう。うちの母親それだったの。で、直樹さんの場合は、直樹さんのお母さんの場合は、良性の腫瘍なので、これちょっとガンではないので、正確にはガンじゃない。正確に。なるほどね。ただ、ガンというと、悪性腫瘍です。そうね。良性、悪性、言うのね。はい。悪性腫瘍なんですけど、悪性腫瘍って言われても、はい。がん保険出ないとかって。それはなんでっていうか。なぜゆえ？おかしいですよね、だって日本人が死ぬ、確率って一番がんが多いわけじゃない。俺らスモーカーにとったら肺がんなんてね、もうやったれみたいな感じでしょ。で、がんっていうと、一言で言うと、大体皆さんこれ聞き覚えがあると思うんです。悪性新生物っていう別名があるんです。悪性新生物。新生物、はい、ほう悪性のがんですね。はいはいはい、はい、実はもう一つがんに名前があるって知ってます？知らん。上皮内新生物って言います。上皮内新生物。上、皮膚の内側。はい。新は新しい生物。はいはい、生き物。はい。新生物、生き物。新生物。おー。これは、上皮内癌とも言われますけど、はい。これ、ステージ0の初期の癌なんですね。はい、ははは。その後者の方が。はい、なるほど。上皮内新生物ってやつですね。はいはいはい。ほくろみたいなもんなの。なるほど。一応、浸透性のない癌なんですよ。うん。で、良性の初期の癌なんですけど、
みんな、がん保険とかよく見てほしいんですけど、うん、悪性新生物、がんになったら100万円って書いてあるんですよ。うんうん、で、横の米印にちっちゃく、ただし、皮膚がん及び上皮内がんは除くって書いてあるんですよ。なるほど、そういうことか。なるほどね。それが一番かかりやすいの、もしかしたら。女性特有のがんは、大体上皮内新生物って言われてます。そうなんだ。で、男性でももちろん普通、上皮内新生物ってどの部位でも上皮内新生物です。はいはいはい。上皮内新生物っていう、上皮内がんという名前があるわけじゃなくて、胃がんでもステージ0であればもう上皮内新生物。ステージ1、2、3、4、ステージ4に行けばもう本当に悪性のリンパまで転移する恐れのあるものなんですけど、1、2、3、4に関しては全部悪性新生物。なるほど。悪性のがんですね。それまでに行かない、ステージ0の。いや、赤ちゃんのことね。がんの赤ちゃんってことね。がんの赤ちゃんの場合は出ないんだ。でも出ないケースが多い。なんだろう。がんは早期発見が鍵だって言うじゃない。はい。それで、早期発見して取りました。はい。で、よかったね。でも、がん保険出ませんだったら、ちょっと納得できないところあるんじゃないの？そういうクレームが非常に多くなったんで、そうよね。うちでは、5年、もっと前から一番最初、日本で一番最初にそれも保証するようになって、はいはい。追随するように他社もやるようになったので、うん、ですね、大体目安としては5年以上前に保険、がん保険入った方は気をつけた方がいいですね。はいはい、なるほど。なるほどね。じゃあ、その入りっぱなしってよくあるじゃない、はい、なんか、なるほど。昔々、誰か、親族の人に勧められて、がん保険に入りました。で、そこから見直しせずに、5年以上経ってる人は、もう一回見直せってこと？そうですね。一回自分で見てもらった方がいいですね。昔の資料、入った時の資料を持ち出して。それは勝手に自動更新されて、あれなの？今のバージョン見たくなってるわけではない。ないです。2.0 とかにはなんないんだ。なんないです。アップグレードされていかないんだ。アップグレードされないですね。で、それ、じゃあちょっといい？はい。保険でさ、要は、いい商品になっていくわけじゃん。はい。けど、更新されないまんまになるわけじゃん。はい。なんでそれ教えないの？保険の人は。ね。だってさ、こんないいの出ましたよって、普通のさ、商売人としてはさ、はいはい、もっといいの出ましたよ、これ出ました、こっち入ってください。なるね。ね、500円高いんですけど、みたいな話とかさ、なんでしないの？二つ問題があります。はい。一つは、担当者が知らない。ああ、そういう知識不足ケースもあるんや。はい、確かにな。で、担当者結構この仕事は入れ替わりものすごく激しいので、はいはいはい。さっきね、ほったらかしになってますね。さっき、やっぱりね、売れないものはされじゃないけどね、実力主義のところがあるっていうから。なるほど。なるほど。もう一つは、うん、やっぱ健康状態、そのお客さんが。はい。入院とかしちゃってて、新しいのに切り替えられないとかっていう問題が。逆に、もう、なってるってことか。じゃあ、健康なうちに新しいのに変えとかないかんってことか。自分で気づいて。そうですね。とか、ちょっと相談して。相談して。だから、なるべく、本当は、相談し、身近な人間が、担当者の方が、より良い情報を、なるほどね。提供できるんですよね。あ、だから、うちの、まあ、姉が、や、まあ、俺の担当者だっていうのは、いいってことなんだ。いいってことです。だから信頼できる人、だから信頼できる人から担当者を紹介してもらうとか。ああ、なるほどね。わ、すごい、今最初の話に戻った。紹介。びっくりした。何この展開と思って、めっちゃうまいやんと思って。紹介ね。なるほどね。たまたまです。いや、すげえ。だから、その、紹介でやった方が、契約率というか、はい。もう高いし、それだけでやっぱり回していきたいっていうところなんだね。なるほどね。はあ。じゃあ、はい、今、昔のがん保険と今のがん保険が、今の方が良くなってると、はい、いうことなんですけれども、はい、今ね、ほら、上皮内新生物とかいう言葉出ましたけれども、他に、こういうの昔と違うよとか、はい、あるんですか？ありますね。ほう。昔はがんの入院だったらお金が出ますとか。ですけども、はい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 、意外と今がんで入院しないんですよね。特に早期発見って言われて、早期で発見された場合とか、通院、薬とかでなんとかなる。おっしゃるです。薬とか通院治療、通院治療がほとんどです。なるほどね。そっか。じゃあがんの薬自体も良くなってきてる。良くなってきてる。まあ、治療薬というか治療方法も良くなってきてる。はい。
よく言うのが、あの、ガンって手術しなくても治る方法って知ってますか？死ぬこと。始まった。これ治療されてないですけど、始まった。あの、重粒子線治療っていうのがあってですね、これ、あの、もう一回、重粒？重粒子線治療。はい、重い。そう、重い粒子ですね。あの、粒の子供ね。はいはい。とか、陽子線治療。はい。陽子っていうのは、あの、太陽の陽子。太陽の陽子。あの、電子陽子の陽子。はい、おこれを、三方向から当ててあげることによって、が、うん細胞を死滅させる、うん。これ開けないです。よくさ、それで、なんか、自分の、あの、ちゃんとしたものまで死んでしまうっていう言われるけど、もうそういう時代じゃないってことです。そうです。あの、がん細胞だけ狙って。ピンポイントで。へぇー、もうそういう時代になったんだね。俺らが知らないだけ。知らないだけね。だから、これはですね、あの、その機械って病院丸ごと一個ごと機械ですね、はい、だいたい工場みたいになってます、ね、そうなんだもうじゃあそういう専門じゃないけど、はい、なんだろうそういう病院に行かなきゃないのないです普通のまあなんだろううちの近くの病院とかではないわけないですねどこ柏あうち近いけど柏にありますよあ柏のがんあ柏の葉キャンパスのがん国立がん、がんセンターじゃなくて、はい、全然別なんや。重粒子線治療センターっていうのが、なんかもう、もろそういう名前の。はぁ、いはい。千葉は2台あります。2台。2台。日本に10台しかないですよ。へぇー。千葉2台。千葉2台。かかっていい。かかっていいね。ただし、300万です。1回一発ワン治療。ワン治療。治療して治りましたまで300万。だいたい12回までしか照射できないんですけど、最大で12回。で、1回照射でも300万。12回照射でも300万。治るまで300万ってこと。はい。で、それは、お金出るわけその保険の。保険適用外です。全額自己負担です。それは、じゃどうするどうするのどうするの金持ちが行列作ってるでしょ、はい、はい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 。で、それは治らないので、はい。実はそういう保険を受けたいならば、先進医療っていう、あの、先進医療特約ってよく CM で今やってるんですよ。はあはあうん、先進ってちなみにどういう字書くんですか、最先端で先に進む医療、はい、先進医療もう先進ねはいはいはい特約っていうのがあるんだあるん、ね、がん保険の中にそういうなんていうのプラスアルファじゃないけどオプションがあるんや入院保険にプラスアルファだから今もともと入ってらっしゃる方は実はこれプラス100円とか200円とかで付けられる可能性もあるんですよお会社によってはってことそうじゃあ先端医療入りたいんですけど。そう、ありますかって聞いたのも一つの手ですね。そうすると、かかった金額実費。うん、もしくは、会社によって限度決まってますけど、500万までとか100万までとか。うん、うちは1000万までとか、ね。あ、これで会社分かっちゃうな。はいはいはい。そんな形で保証できる。なるほど、ね。そういうことも、まあ、フォローっていうか、まあ、オプションがついてるのが、ね、今のがん保険ってことね。だし、がんと診断されただけでお金が出る、うん、治療も何もしてないのに、うん、これが重要ですねはあだってまず精神的なショックがきます本当にがんって言われたらまあねであと家族の心のケアもしなきゃいけないですまあ、はい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 、そういうメンタルサポートも必要だし、まあ、保険がやるかどうか別としてですよ、うん、ああでもし通院治療だったら入院しない限り保険って出ないですからそうねそういうことだなそういった時のためにやっぱ診断されただけでまとまったお金が入ってくるって、はいはい、すごく重要なんですよ ね、 なるほどねまとまったお金というのはちなみに100万とか200万とかボンと、まあ、これから入り用になるだろうからなるほどね そういうことねすげえ。あとはだから通院だけだったら多くの保険まあある保険会社は通院だけでお金が出たりとかする可能性もありますけど、はいはいはい、多くの保険出ないので、うん、通院だけでもその当ててくださいって感じですね通院代なるほどねなるほどねそっかそっかじゃあその通院代とか先端治療、はい、先進医療、ね、ごめんなさい先進医療とかその抗がん剤とか上皮内新生物に対応するとか、はいはい、それがもう 5年前とはちょっと状況が変わっていると。違いますね。全く違いますね。がんの治療自体も変わってるし、はい、それに合わせて保険も変わってきてるってことだね。はい
これは見直しをしなくちゃいけないんじゃないでしょうか、う、ね、直樹さん。見直しね。はい、まあ、うちの姉に、ね、姉に聞いてみればいいだけなんだけど。お姉さんがいますので、あれですけど。やっぱりその、最初に言ったね、信頼できる人に紹介してもらうとか、そういうのがやっぱりね、一番重要なんだね。あとは担当者が辞めないことですね。担当者辞めたら次、もう連れてこいよってことよね。次連れてきたとしても、自分の給料のコミッション、フルコミッションですから、ならないんですよ。え？自分の給料にならないんですよ。担当者ここに来ました、はいはい、じゃあ例えば直樹さんが毎月払ってくれる保険料がその担当者に お給料がいくかというといかないです。え、それは何、前の人のお客さんだからってこと？そうです。そうなんだ。その給料どこに行くかって保険会社の本体に行きます。はあ、ははあ、なるほどね。だからみんなあの辞めた人にはやりたがらない。なるほど。じゃあそれを見直して、なんだろう、プラスアルファつけさせても、はい、ダメなの？つけさせたらそのプラスアルファ分、アルファ分、そうですね、保有になったりできますけ ど、 なるほど。じゃあ今のその特約もう一個っていうのを言ったら、その分だけは、うん、例えば、うん、ゾノに入ってくるわけだ、うん、ああなるほど。そうですね。そっかそっか。いや結構いい話聞いたんじゃないですか、うん、これはちょっとね、がんに対するなんか、ね、なんか見方とか、なんか 今レーザービームとかあるらしいですよレーザービーム、レーザービーム重粒子、はいはい、12回までだって、うん、はい。じゃあ最後に、まあ、はい、我々でもいいですし、これをまあ聞いてらっしゃるね、はい、まあ視聴者の方でもいいですので、なんかこう言外コインとしてメッセージございますでしょうか。はい、保険外コインというとこうどうしても売られるんじゃないかとか、強引に、帰るまで、入るまで帰りませんとかって、はい。いう方もいらっしゃいますけど、そういう悪いイメージの方もいらっしゃいますけど、うん、そうではない方。はい、はい、はい。実際に入らなくてもいいから、相談ぐらいはいくらでも乗りますよっていう方いっぱいいるので、うん、ぜひですね、保険は絶対知らないとは必ず損します。そういう仕組みでできてますので。なるほどね。はい。だって、請求上げないと保険会社絶対払いませんからね。はい。なるほど。それと同じで知らないと必ず損するようにできてますので、まず自分で調べてみてください。調べるのは面倒くさかったら信頼できる人に聞いて、その担当者の人を紹介してもらってください。なるほど。いい話でした。いい話でしたね。はい。はい、というわけでですね、今回は保険外交員である、私、山の後輩のゾノからですね、いろいろ、頑蓄のあるですね、はい、本当にいい話を聞かせていただきました。もしね、連絡先とか。はい。あ、そうか。断食の方に。断食の方に。連絡してもらえれば。この保険外交員だと信頼できると。どのならば、信頼できるという時は、信頼できると。断食の方にメールをください。で、まあ、その分ね。ツイッターアカウントは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、ツイッターアカウントもですね、後で、ブログの方にあげますので、はい。それで確認というのも一つ手なんじゃないでしょうか。そうね。まあその分ね、契約もししたらね、はい、我々にもバックが、もちろん、キックバックがあるわけです。あるはずです。あるはずです。絶対あるはずです。はい。という話でした。